皆さん、こんにちは。ドラマや映画で活躍する俳優の前田郷敦さん。父親に名俳優の千葉真一さんを持ち、兄はハリウッドで活躍する新田真剣佑さんです。そんな芸能一家に生まれた前田郷敦さんですが、2023年1月に結婚を発表されています。前田郷敦さんの奥様は一般人で元カフェ店員と噂ですが、どんな女性なのでしょうか。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。2023年1月22日、前田郷敦さんは兄である新田真剣佑さんとダブル結婚発表をされ話題になりました。1月22日に発表したのは、亡くなられた父、千葉真一さんの誕生日という理由でした。兄の新田真剣佑さんの結婚相手については元タレントと以前から報じられていましたが、前田郷敦さんの結婚相手については熱愛報道も全くなく大きな話題となりました。前田郷敦さんの奥様の顔画像、名前、年齢などは明らかになっているのでしょうか。結婚発表の際、前田郷敦さんは結婚相手が一般人ということもあり、顔画像や名前など詳細は明かされていません。しかし、前田郷敦さんの奥様は一般人で元カフェ店員と言われています。郷敦さんと同い年で、以前は都内のカフェに勤務していました。タレントの佐藤しおりさんに似ていて、笑顔を絶やさない素敵な子ですよと関係者は述べています。調べてみましたが、勤務されていたカフェについては分かりませんでした。現在は退社されていますが、カフェを運営する会社の元正社員だったという情報もあります。ちなみに年齢は前田郷敦さんと同じ年ということなので、2024年現在で24から25歳と推測できます。2024年4月現在、前田郷敦さんの奥様の素顔は明らかになっていませんが、実は2023年7月に目撃されています。奥様は妊娠中ということもあり、仲睦まじく都内にある産院を訪れていたそうです。当然のことですが、残念ながら顔にはモザイクが施されています。しかしモザイク越しにも黒髪で清楚な美女ということが伝わってきます。いかにもカフェで働いていそうな可愛い系の雰囲気でした。細身でスタイルも抜群のようです。前田郷敦さんは身長180cmですので、奥様の身長は 160cm 前後ぐらいでしょうか。また奥様の性格は裏表のない明るい性格で、周囲を笑顔にするような女性と言われています。前田郷敦さんは意外にも古風な性格と言われており、まさに奥様はモロタイプの女性とのことでした。素顔は明らかになっていませんが、美男美女の夫婦ということは間違いありません。前田郷敦さんの奥様については、宮崎県延岡出身という情報があります。実際にネット上の検索キーワードにも次のようなサジェストが見られます。前田郷敦奥様、宮崎前田郷敦奥さん、延岡と調べられているようです。前田郷敦さんの奥様と宮崎県の関係性について調べてみましたが、キーワードが出る理由は判明しませんでした。しかし、前田郷敦さんの結婚が明らかになった際、結婚相手が地方出身と報じられています。彼女は地方出身で、その頃は上京したてだったそうで、頼れる知人もまだ少なかったとのことです。二人は出会ったその日すぐに意気投合したと言われています。この情報から、前田郷敦さんの奥様は宮崎県延岡の出身という可能性もありそうです。奥様の地元の知人が結婚の情報を知り、宮崎県延岡市と一緒に検索したことでキーワードが出ることになったのではないでしょうか。前田郷敦さんと奥様の馴れ初めはカフェです。前述しましたが、奥様は前田郷敦さんと出会う前、都内のカフェで店員として働いていました。そこに前田郷敦さんは友人と食事に訪れ、奥様に一目惚れしたそうです。奥様が勤務するカフェに郷敦さんが知人に連れられてきたのが二人の出会いでした。郷敦さんは最初からベタ惚れで、ほどなく交際に発展したそうですと報じられています。その後、前田郷敦さんはカフェに通い詰め、意気投合してから告白したとのことです。結婚が明らかになった際、出会ったのは3年前と報じられていました。結婚を発表したのは2023年1月なので、逆算すると2020年冬頃に出会ったと考えられそうです。
5億の女優と仕事をされている前田郷敦さんが一目惚れするぐらいの可愛い女性なのでしょう。残念ながら前田郷敦さんは家族のことは公にされない考えをお持ちだそうで、今後も奥様の素性が明らかになる可能性は低そうです。前田郷敦さんと奥様の間には子供が一人います。前田郷敦さん自身は子供の誕生について公表はされていませんが、2023年8月2日にニュースポスト7が第1子の誕生を報じて明らかになりました。そのためお子さんの名前や性別なども明らかになっていません。関係者は出産は事実ですが、詳細はお相手が一般の方ですので全ての情報は控えさせてくださいと説明したといいます。また結婚の発表の同時期に妊娠も発覚したとのことなので、授かり婚ではありません。ちなみに以前から前田郷敦さんは子供が欲しい願望をインタビューで語っていました。僕は早く結婚したいんですよね、というより子供が欲しいんです。最近同世代の友達が結婚して子供を持ち始めていて、これがとにかく可愛いんですよ。羨ましくて、それこそ子供と一緒にアウトドアイベントをしたいですね。このインタビューは2021年5月なので、当時から奥様との結婚を意識されていたのかもしれません。前田郷敦さんとって待望の子供ということなので、子煩悩な父親になりそうです。2024年1月19日に公開された映画ゴールデンカムイ、週刊ヤングジャンプにて連載されていた漫画で、2022年に完結しています。実写化が発表された際には原作ファンから否定的な意見が噴出したのですが、蓋を開けてみれば1ヶ月弱で興行収入20億円超えの大ヒットを記録し、鑑賞したファンからも絶賛の声が上がっています。そんな映画ゴールデンカムイの主要キャストの一人、前田郷敦さんの演技は原作に忠実と見た人を興奮させているようでした。もともと作品のファンだったそうで、オファーを受けた時には漫画もアニメもすでにチェック済みだったとか。郷敦さん自身手応えもかなりあったようで、早くも続編への出演に意欲的だとしています。2021年8月に父千葉真一さんが他界します。2023年1月には結婚を発表し、8月には第一子が誕生。当時24歳になったばかりでしたが、様々な経験を通して役者として順調にステップアップを果たしている様子です。ゴールデンカムイだけでなく、エルピス、どうする家康などここ1、2年の公演で役者としての株を上げているのでは。2024年のエランドール賞の新人賞にも選ばれました。兄の新田真剣佑さんの影に隠れがちでしたが、すっかり立場が逆転した印象です。そんな郷敦さんにとって転機となった作品が、2021年に放送されたドラマプロミスシンデレラだといいます。主演を務めた二階堂ふみさんの撮影現場での様子にひどく感銘を受けたそうなんです。それからインタビューなどでは、影響を受けた人物として必ずと言っていいほど二階堂さんの名前を出すようになりました。そんな前田郷敦さんですが、吉岡里帆さんとの熱愛が噂されたことがありました。前田郷敦さんと吉岡里帆さんは2021年にドラマ恋愛漫画家で共演しています。その後同年5月9日放送のラジオ番組UR ライフスタイルカレッジでも共演しました。このラジオは吉岡里帆さんがパーソナリティを務めており、前田郷敦さんが初めてゲスト出演しました。前田郷敦さんは吉岡里帆さんに対し、このラジオに出るために頑張ろうと思っていたと発言します。吉岡里帆さんへの熱烈アピールではないかと噂されました。なんかすごく好きで雰囲気がという発言もしており、ラジオの雰囲気なのか吉岡里帆さん自身へ向けているのか気になる発言でした。ファンの間では前田郷敦さんが間違いなく吉岡里帆さんに好意があると話題になったようです。前田郷敦さんと吉岡里帆さんはラジオでの発言がきっかけで熱愛の噂に発展します。前田郷敦さんは吉岡里帆さんがパーソナリティを務めるラジオ UR ライフスタイルカレッジのファンだったようです。前田郷敦さんのめっちゃ好きです発言を聞いた吉岡里帆さんは、それはね、言い過ぎだよと驚きの声をかけました。それから1年後の2022年6月10日、雑誌エアー7月号の表紙になった2人。この雑誌でカップル企画が表紙を飾るのは初めてだったそうです。
二人はかなりの密着ショットを披露しており、とてもお似合いでした。前田郷敦さんのファンはラジオの一件から吉岡里帆さんに警戒していました。熱愛疑惑が浮上するほど二人の雰囲気がお似合いだったようです。吉岡里帆さんは前田郷敦さんについて、たわいのない話も笑顔で楽しそうに答えてくれると好感触でした。前田郷敦さんも自身が人見知りなため、人見知りしないところに憧れますと話していました。ただ前田郷敦さんの好き発言もあくまで吉岡里帆さんのラジオのファンという意味のようです。ファンに嫉妬されるほどお似合いだった2人、しかし前田郷敦さんは結婚していますし、吉岡里帆さんとは何も関係ないでしょう。前田郷敦さんと吉岡里帆さんの関係について紹介しました。2人はドラマとラジオ、雑誌の企画で共演しており、前田郷敦さんが好き発言をしたことで噂につながりました。しかしこれはラジオ番組のファンという意味だったので、熱愛関係だったという事実はないでしょう。ところで前田郷敦さんと新玉健優さんの仲は悪いのではないかと言われています。これは本当なのでしょうか。お二人の名字が違ったり、共演したりしている姿を見たことがないため、仲が悪く共演 NG との噂がありました。2021年11月30日、新玉健優さんが弟の前田郷敦さんにライバル心を抱き、共演 NG にしているとの噂を週刊誌女性自身が報じました。ネットではこの記事に対する反論の声が多くあり、話題になっています。本当に仲が悪いのでしょうか、それとも仲良しなのでしょうか。家族共演 NG とは発表しておらず、この噂の真偽は確かではありません。新玉健優さんは2021年4月で契約を終了し、トップコートを退社してしまいます。活動拠点をアメリカに移し、海外進出をしたため、今後は兄弟揃っての共演の可能性が高まったとの見方をする方が多いとのことです。仲の良い兄弟であり、お二人とも実力派俳優なので、お二人の共演が実現する日が楽しみです。いかがだったでしょうか。今回は前田郷敦さんについていろいろと調べてきました。そのために前田郷敦さんの私生活を中心に見てきました。奥様や子供については一般人ということもあり、今後も明らかにされる可能性は低そうです。前田郷敦さんの結婚については若さゆえにまだ早いのではという声もあるようですが、実際は家族を大切にされる頼れる父親なのではないかということが大いに想像できます。そして今後は俳優としての活躍をさらに見られるようご活躍を楽しみにしたいと思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。